どうも達也です。どうですか皆さん、少しずつ、ね、元気になってきているかなと思います。今日はですね、朝一番にやってほしい健康法というか大切な呼吸法を、ね、ご紹介します。でこれポイントなんですけども、皆さんね、ポイントなんですけども、皆さんね、僕がこうやってみてねって言った動画って結構多分あんまやってないと思うんだよね。そう、でもそれは皆さん責めてるわけじゃなくて、人間ってそういうものなんだから、だから僕は結構動画をポンポン出すので、その時ぐらいをねやってみてほしいなと思います。そしたらやっただけ成長するし、やっただけ元気になっていくので、なので重く取られて、鳥が来ましたね鳥がね、そうなのでやってみてほしいなと思います。で朝一番にやってください。何かに挑戦するときに習慣化しやすいポイントは朝一番にやるってことです、ね、ではやってみましょう。めっちゃ簡単なことからやります。で呼吸法なんですけども、朝一番起きましたとね、ちょっと外なんで起きた感じしないと思いますけども、じゃあ起きました、起きたらお腹に手を当てます。座り方はね、足こんあぐらでいいです。ちょっと映りづらいけどもね、ちょっと映りづらいな、よっ、はい、こんな感じで、そうすると顔が映らないなまあこんな感じでやりますと。で足あぐら組んでお腹に手を当てます。でこの時に背筋はピンとね、こんな感じ、あまりこうならず背筋をこうやってくださいね。でこの状態で手を当てますね。で、目を閉じて腹式呼吸でお腹が膨らんでへこますね。ちょっとね方言が若干出てますけども、まあ、そこはねご了承くださいというわけで、鼻から息を吸います。鼻から吐きます。でこの時にお腹が膨らんでへこんでいる、これをこの感覚を得るためにお腹に手を当ててください。でこうやって膨らんでへこんで膨らんでへこんでをやってみます。実際やってみましょうか。完璧を求めずね、これすごいポイントです。いつも言うように完璧を求めずに、で比較せずに、ああ自分うまくできてないなっていうのは、そんなのはもうポイ、ね、川にポイ、ね、してください、はい、ゴミは捨てないでくださいね、川にね、はいごめんなさい、はい、でやってみましょう。で、背筋ピン、顔がちょっと切れてるけど、まあ、そこは気にしてください、気にしなさいで、気にしないでください、はいね、お腹に手を当てます。背筋ピンと伸ばしてあぐら組ん で鼻から息を吸います。時間は自分のできる感覚でいいですけども、今回はじゃあ、3秒吸って3秒吐く、これぐらいでいいです。 1,2,3 で吸って 1,2,3 で吐きます。その時に目を閉じてください。おすすめは火の当たる場所がいいですけども、無理であればその場で問題ありませんね。やってみましょう。ではいきます。 1,2,3 吐きます。 1,2,3 吸います。 1,2,3 吐きます。 1,2,3 吸います。 1,2,3 吐きます。 1,2,3吸います。 1,2,3 吐きます。 1,2,3 吸います。 1,2,3 吐きます。 1,2,3 こんな感じで、今は、時間かなり短めでやりました。これを今ちょっと救急車が通っているので、あまりリラックスできないかもしれません。なのでまた別途動画をしっかり出していきます。まだ話がちょっとずれちゃうんだけど、僕が出してる動画の実際にやってみてる人って多分あんまりいないと思うんだよね。なのでそれをやってもらわないといけないんだ。すごく大事なポイントで、これは僕は大勢の人に知識を届けるのではなく、少数でいいのでしっかり元気になってもらいたいんですよね。そうなので結構がっつりした動画になってしまいます。で周りから受けも悪いと思います。でもそれは気にせずに動画を出していきます。またこれもね、また別途動画出します。でさっきやったね、話を戻すと、さっきやった呼吸大丈夫ですね、呼吸法なんだけども、なんで朝一番になるかっていうと、まず一つ、習慣化しやすいっていうことで、二つ、朝一番にこういう風に自分に意識を向けると一日中結構リラックスできて過ごせるようになります。この二つはとっても大事です、ね、はい。で三つ目、日に当たりながら、なんだろうな、自分に意識を向けてる練習をしていると、瞑想神経っていうのがね、結構こう強化されていくと。まあそれはまた別、これもね、また別途動画出すんですけども、そういうふうに自分を、危なかったね。自分を元気にしてあげるポイントで、朝一番っていうのはものすごく大事なんですね。なのでその一番大事な時に一番大切な行動を一個やってほしいなと思います。
さっきやった呼吸法で、呼吸法なんですけども、時間、3秒やって3秒、吐くとか、4秒吸って4秒かけて吐く、これは時間は何でもいいです。ただし吐く時間の方を長くしてください。顔がつないね、吐く時間の方を長くしてください。これはリラックスするためであります。神経、自律神経と副交感神経、ね、交感神経副交感神経の関係で吐く息を長くしてます。そうするとリラックスできるのでってな感じで、皆さん、ね、やってみてくださいね。で、動画バンバン出していくので見逃さないようにしてみてください。で、そのためには登録しておくとのがおすすめかもしれません。で、またホームページみたいなのもね、作るかもしれません。それもね、チェックしてもらえたらなと思います。他には概要欄のところにね、おすすめの本とかも用意しておりますので、チェックしてみてくださいね。ではちょっとずつ元気になっていきましょう、ね、完璧求めずにちょっとずつやってみてください。そしたらちょっとずつやった分だけ元気になっていくと思います。そしてちょっと元気になったら、あ、これいけるかもなって思えるかもしれません。そんな感じでやっていってみましょう。またね、ちょっとずつ良くなると思います。